雨に濡れているお前の背中が寂しげで、思わず抱いてしまったよ。Thank you.
一回は使えないですよ。長手でるわ。二本目です。二杯目か。おさゆちゃん受けてなかったら。おさしめないよ、ほら。タコ。タコ。もう本当に帰りに行って、もずくとか、昆布とか、きのことか、そんなバカだったんですけど、開発しちゃったしね。その時思ったのは、本当に食べる、食べといてよかったなっていうのが気持ちなんですよね。食べない、失礼します。食べない、食べない、なかったですから。だからもう今まで、食べたいよ、食べようかな。ただし、まあ、無茶はしないか。そういう、ええ方があってんのかなと思ってたんですよね。韓国と進化なんですけど、まあ、まあ、もうそうですね。先輩っていうのは無理だと思うけど、それなりに楽しめるかなと思って今日は来ました。美味しいでした。パンも甘い。ビーフさえ。ねえ、これは昨日チキン食べ、まあ一番まずいですよね。もうちょっと入れさせます。そんなのはおすすめですね。じゃあ、ましょう。はい。
ねこんなね、自分の誰かいながら喋れないですね。幸せですよね。なんか思います。余裕あるんですよ、ね、突き出しがないですよ、これ毎日ですよね。ごぼうなんて家で使えないですからね。ないですよ。ひとみちゃん、あの、パワー
知らん子やから話してくれて、だから哲也から聞いてるのも哲也ちゃん。
が多いからわーってなるんですよ。ちょっと押さえて、みんな頑張るんだ。そういうのが嫌みたいな。いや、思ってることは全部言っちゃう。せいちゃんにしたら、ものすごくこれを業者さんで回ってあげて、しかも安くな、ホームスクールに若い見えるけど、そんなちゃうのないでしょ。だからそれやったらお前先輩用ではないですよね。まあ万病用でもないですよ。まあまあ普通です。それで特に比べるとそうするわ。入れたらもうどうなるか分かるし、ほんで気がして、本当は早くに来週みたいな6時前に西野帰ってくるって言われて、それがなんかまだなんかいろいろ悪いからガチガチしてて、で遅うなんて。ほんで私が本当やったらその杖ちゃんが口切れるわって言わへんねん。杖ちゃんが先に帰ってきて、振り返ってくる目を私が出ていくって段取りもだいぶ前からそれ言ってたやん。その日出ていくって言ったら、ここは2人で一緒に出てまあ、腹思ったけど、まあ、腹しかったね。誰かが言ってやったら、ちょっとなんか満中的に言ってもほんまに何も言わんないし、だってできたらできたら、そういうのがお母ちゃんの幸せってことが言われたら、まあまあこれぐらいやったのはちょっと辛いし、まだちゃんも聞いたのかな。もうちょっと3時ぐらいから今もうそちらやってて食べれてんねん。いくらまた赤ちゃん動かへんか精神的にすごい責任感じるやん。じゃあその日も私も一人で出てこられへんかった。思い出のバタバタしたって最近そのお茶の関係ない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 
心理学的に言ったから鉄筋よ、骨骨骨それあの運転手の方じゃないの、運転手じゃなくて骨だったらね、骨だったらね、あれしようって言われる、そうだから、そのエースだよ、言われて、何と早くして、やっぱり言われるのやったらね、こういうだけだよ、ありがとうございます。私結構強いな。
好きありがとう。まあね、その中にね、みたいな、今のことは、まあ、とても気持ちがいいで、福田先生が言うんだよね。イメージ的にはものすごいよ。今回の体やと弱い精神的にも生い立ちのせいなのかもともとあったのかもしれない。よろしくお願いします。